は野田チャンネル。あ、どうも、あ、どうも、あ、東京どうも、やれたらガチョーンということで、めっちゃね、ありがとうございます。じゃんけんぽーいってことで、フィギュア、買ってきたよ。フィギュア、ね、買ってまいりました。で、安かったです、すごい。あ、その前に、ちょっと、フィギュアと言いながら、ちょっとすいません。ちょっとフィギュアじゃないもんも買っちゃった。これ、じゃあ200円。ドラゴンボールの、これ、ジグソーパズルって書いてあるんですね。300ピース。ね。これね、未開封ですね、これね。スカイ。ね、よく出てきます。お菓子の時に、ね、出てくる。スカイの、ね、印刷でやってるんですよね、これね。ちゃんとライセンス品でございます。いくらすんのかな？結構高そうですよ、これ。ね。というか、定価ちょっとわかんないんだけど、ね。200円ってことで、これいくらで売ってたんだろうね。見ます？いくらか気になります？気になっちゃう感じですか？わ、これ綺麗に剥がれないやつだ。一応中古品になってるのかな？はい。おっと、出たよ。おー、出たよ。見て。映ってなかったかな？500円でしょうね、これね。はい、500円で売ってました。値下げされてました、200円。ね。ということでね、ブロリーの、ジグソーパズルということで。これね、前座っていうかね、なんだ前座って。ということで、とりあえずこれも買っちゃったということでね。はい。じゃあ行きましょうか。まあ、アニメも終わったし、映画もちょっと一段落したのかな、スパイファミリーです。あーにゃ。かわいい。キューポスケット。これね。やっぱりね、ちょっと、好き嫌いが出るんだよね。写真よりもね、実際組み立てたやつ見ると、顔デカなんですよね。なんか、えらいデカいですよ。体、ね、よくできてるんですけどね。これが、かわいいっていう人もいればね、ちょっとね、立体、リアルフィギュアとかを見てる人は、なんか変に気持ち悪いんですよね。なんかね。なんか箱、なんか顔がデカすぎて、みたいなね。バランスがちょっと、みたいなね。体もね、ちゃんとしてるのにね、なんか頭だけでかいって言って、なんか不自然だなって言って、なっちゃう人もいるみたいです。こちらもね、280円。ね。見てみます。気になっちゃう感じですか？いくらで売ってたのかなみたいなね。これね、高かったと思うんだよね、その当時。ね。はい。そんな高くねえや。480円ってことでね。はい。そんなもんか。ね。はい。まあね。A パターンね、この子ね。なんか手がね、こう、ポーズが違うんですよね。いつも色違いとかだったりするんだけど、ね。キューポスケットもね。A タイプ、B タイプとありますよね。はい。さあ、次行きましょうか。これもアニメ今落ち着いたのかな？ルローニケンシンです。ね、じゃーん。ケンシンです。やりました。かわいい。で、まあ、ケンシンはね、女の人の方が好きだから逆にいいんじゃないかなっていう感じがありますよね。あ、これはね、やっぱこっちでよかったね。A タイプ。ね、アニメと同じタイプ。みたいなね。漫画とかこう、なんか表紙とかだとね、この色のパターンもありますけどね。でも、剣心って言うとやっぱこのね、エンジ色っぽい感じね。ですよね。あ、かわいいね、これね。うん。なかなかね、こういうの貼ってあって、ちゃんとね、未開封でございます。あ、ね、これも未開封です、もちろん。この辺ね。これも、もうそうですけどね。はい。これはシール上から貼ってないんで、もうこのなりましたね、この値段でね。はい。まあね、残念ながら、キューポスケットはね、こう、人気のあるなしがありますからね。で、外人さんもね、結構ね、フィギュア買われてね、行くみたいだけど、キューポスケットどうなんだろうね。ちょっと俺もよくわかんないですけどね。はい。さあ、これはね、個人的に、いいんじゃないかなと思って買いました、こちら。ね。行きましょう。ドーン、ナルトです。ね、ナルトの、ダー、イタチさんです。一番の人気者じゃない？イタチって。ね、どうですか？今回は B タイプですね。あ、B タイプ！あ、そっか。ちょっと色がね、茶色っぽいんですね。こっちか。こっちですね。ちょっとこれも開いてないと思うんだよね。開けてないはずです。開いてないね、これね。はい。こっちバージョンですね。この、ちょっと、懐かしバージョンみたいなね。レトロバージョンみたいな。かっこいいですね、これね。はい。こっちだったね。でもまあ、イタチさんだからね、イタチさんで280円だったらもう買うよね、とりあえずね。これいくらか見ます？これも。
俺だけかな、こういうのあると絶対元のいくらで売ってたのか超気になるね。あ、ほら高いよ、イタチだもん絶対。そりゃそうだよ、ほら980円ってことですね、はい、やりましたね。いや何をやったのかよくわかんないですけどもね、はい、イタチさんですね。まあまあまあ、この辺は急ポスケットはね、好き嫌い出ちゃうからね、しょうがないよね、はい。さあ、そしてこちらかな、なんか変なもん最後残す感じになっちゃうかな。はい、じゃあこちら行きましょうか。これもね、これかわいいね、ちょっと見た感じ可愛かった。208円です、これもね。はい、ウルトラマンです。はい。なんかちっちゃくて。ねウルトラマンゼロ。これ何なんでしょうね、これ動かないんでしょう、手とか動きそうですけどね。リフォルメシリーズだそうです。ねウルトラマンゼロ。これまあ、なんか、ね、セブンに似てるね。系と一緒なんですかね、これね。どうなんでしょうか、俺ちょっとよくわかんないんですけど。ねこれも未開封です。ね UFO キャッチャーです。で、ちゃんとライセンスのこのね、警備隊のマークみたいなやつちゃんついてます。はい、ね、かわいいですねこれね。うん、あんまりないんですよね。まあ、あることあるんですけど、やっぱりちょっと中古屋さんで売られてるフィギュアってもうなんか中身が出されてね、クレヨンかなんかガーって塗られてたりとか、あみたいなね、ありますからね。なかなかね、ウルトラマンの綺麗なやつってあんまない、ね、ウルトラマン仮面ライダーだけね、とりあえず買っとこうかなと。この値段だったら買っちゃおうかなって。みんな買うと思うんだけどな、どうでしょうか、ね、俺だったかな。はい、ということで、皆さんとこのね、フィギュアで楽しんできましたけども、次が最後になります。なんでこれ最後に残したかって言うと、いまいちね、って感じもありますけれども、これもあんまり、これはでも UFO キャッチャーじゃないよ。ね、見てみますか、はい、ドン。ハンターハンター、ゴーン。ゴンさんは、これ、頭がね、こう、ブルンブルンブルンって揺れるやつで、バブルヘッドとかね、言ったりとか、多分、いろいろあるんでしょうね。ゆらゆらシリーズ、ゆらゆらヘッド、ね、バンダイナムコさんはこの名前を定着させたいのかな。ね、頭がグリングリングリンって揺れるやつですね、バネになってってね。で、変にね、こう、ね、飾っとくはいいんですけどね、よくあるんですけどね、何かね、手とかガーンってぶつかって、首がね、ぐにゃって曲がっちゃったりとかね、横向いちゃったりとかね、変な感じでブルンブルンブルンってなって、なんかテンション下がって、もう捨てちゃうみたいなね、そういうことがあったりするからね、気をつけたい、このフィギュアに関してはね、落っことしたりしたらね、首がぐにゃって上向いちゃったりしたらね、もっと元の、なんかバネだったりするからさ、なんかもっと戻らなかったりするんですよね。そんなあるあるも言いながらでございます。はい。でもこれ、去年のですね、去年発売ですね。これでも UFO キャッチャーじゃないでしょ、これ書いてないもん。普通に売られてたんじゃないかなって思いますけど。うん。ね、かわいいですね。はい。ということで、ちょっと値段とか全然わかんないですけど。はい。これも、そうですね。上から離れてないね、これね。これあれなんかな、なんか中古で買い取られたっていうよりもなんか業者さんが手放した感じがちょっとありますよね、なんかね。どうなんでしょうか、よくわかんないですけど、アニメ終わっちゃったからね、だいぶ前にね。はい、ということで、こんだけでいくら買ったかな、レシートがちょっと見当たらないんですけど、はい、で、あんまり買ってないはず。1000いくら、ああ結構あ買ってるかな、1600円全部でね。はい、ということで、ね、俺、ポイントカードとか持ってないんだぜ。作ってないんだぜ、会員カード。ちょいちょい買うの。まあ、それはいいか。ポイント無駄にしてんだぜ、毎回。ということで、ね、まあ、そんなことはいいか。ということでね。はい、安く買ってありがたいです。また何か買ったら動画撮るんで、よろしくね。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。